絶対にかからない電話番号。高校生の時の話。授業で出された課題が終わらなくて、その日は放課後、クラスメート数人と居残りをしていた。課題よりも友達と雑談をしている方に集中していて、気がついたらもう5時前。5時からバイトが入っていたんで、慌てて校舎を飛び出して帰ろうとしたんだけど、今から飛んで帰ってもバイトにギリギリ間に合うかどうかのところ。無断で遅刻をするのは申し訳ないので、事前にバイト先に連絡を入れようと校内に設置してある公衆電話に向かった。まだあまり携帯が普及していない時代。校内には公衆電話が3つある。職員室の前と売店の前、そして校舎の隣にある体育館の1階。迷わず一番近い体育館の公衆電話にダッシュ。バイト先は親戚が経営する飲食店。親戚宅の番号はバッチリと覚えているので、手帳も見ずにダイヤルをした。プルル、プルル、ガチャ。あ、もしもし、〇〇さんのお宅ですか？いえ、違いますけど。あれ、すいません。相手は、見ず知らずのおばあちゃんの声。焦って間違い電話をしてしまった。恥ずかしさを抑えつつ、再度ダイヤルをトライ。プー、プー、プー。今度は、なんだか繋がらなくなってしまった。話し中みたいだ。何かおかしいな、と思い、今度は手帳を出して、親戚の番号をしっかり確認しながら、ダイヤルを試みる。しかし何度か電話をしても、ずっと話し中。飲食店を経営している親戚の家が、ずっと話し中なんていうのは変だ。この電話機が壊れているのかな？さすがに変だと思っていると、通りすがった友達に声をかけられた。さっきからどこに電話してるんだ？いや、バイト先なんだけどさ、この電話壊れてるみたいで繋がらないんだよ。最近これ使った？いや、壊れているなんて聞いたことないよ。確かに、まだ携帯があまり普及していない時期だったんで、校内の公衆電話はよく利用されていた。壊れているなら、それなりの噂は耳に入るはず。結局その日は、友達の携帯を借りて、親戚の家に連絡をした。ついさっきまで話し中だったのに、あっさりと繋がった。それから半年くらい経ったある日、いつかのように放課後友達と居残りをしていたら、いつの間にか時間は5時前。バイト行かなきゃ。これまたいつかのように慌てて校舎を飛び出した。そして一旦バイト先に連絡を入れようとして、
あの体育館1階の公衆電話へ走った。そしてまた慌ててダイヤル。ブーブーブー。また話し中で繋がらない。その時半年前のことを思い出した。あの時も電話は繋がらなかった。しかしこの半年間、やはり電話機が壊れているなんていう話は聞いたことがなかったし、何人かがこの電話機を使っている姿を見ている。自分が焦って番号を間違えているんだ。そう思い、別の公衆電話に移ってもよかったんだけど、絶対にここで電話をかけてやると、変な意地が出てきている。落ち着いて、深呼吸をして、再度ダイヤルをする。プルル、プルル、プルル、プルル。かかった。呼び出し音が鳴ってる。自分は勝利を確信した。プルル、プルル、プルル、ガチャ。あ、もしもし、〇〇さんのお宅ですか？いえ、違います。株式会社、バツバツですけど。ああ、すいません、間違えました。また間違えてしまった。番号は手帳を見て、確認しながらプッシュしているはずなのに。というか、間違えた先が、前回のおばあちゃんではない。今回のは、どこかの会社の若い男性だった。変だ。手帳の番号が間違っているのなら、同じところにかかるはず。この時点で、諦めればいいものを、変な意地が出てしまい、引くに引けない。その後何度かダイヤルをした。がなぜか、ずっと電話は話し中で繋がらない。五六回かけ直しただろうか。その電話は不意に繋がった。プルル、プルル、ガチャ。あ、もしもし、〇〇さんのお宅ですか？は？やばい。また間違えた。相手は中年の男性の声。親戚のおじさんの声に似てはいるけど、おそらく違う。もう一度確認してみた。〇〇さんのお宅ではないですかね。すると、はあ、うちは、焼き場ですよ。誰か亡くなったんですか？え？どうやら私がかけた電話はどこかの焼き場へと繋がってしまったらしい。恐ろしくなってそのまま電話を切り、逃げるようにその場を後にした。帰り道でふと、さっきの電話はいたずら好きのおじさんが冗談でやったのかもしれない。そんな思いがよぎった。バイト先に着いてすぐ、今日電話がずっと話し中ではなかったか。おじさんが自分からの電話を取って冗談を言っていなかったかをおばさんに聞いてみた。おじさんに聞くとまた冗談を言われるかもしれないし、おばさんは嘘をつかないから信用ができる。おばさんはきょとんとして、その時間はもう店の厨房にいたから電話はしていないし、今日は一度も誰から電話なんてかかってきてないよ、と教えてくれた。ともかく高校を卒業するまで、あの体育館一階の公衆電話は、
二度と使わなかった。誰もいないのに。これは実際に体験した話です。昔、俺と親友の K 君と Y 君とで単車で心霊スポットに行くことになりました。その心霊スポットは古いアパートで、昔家族4人が殺人に遭ったらしく、実際に行ってみると柵があり、立ち入り禁止になっていました。入ってみると、空気が凍りついた感じがしました。事件があった部屋は1階で、ドアの前には、まだアンパンマンの自転車で、音声が鳴るやつが置いてありましたよ。ドアを開けようとしたときに、K 君が倒れ出して、震えながら2階を指さしていたので、釣られて俺たちも2階を見てみたら、血だらけの女の人が怒った顔でこちらを睨んでいました。俺は K 君を引きずりながら、単車がある場所まで帰ろうとしたら、突然アンパンマンの自転車が、最初はグー、じゃんけん、と、いきなり鳴り出したんです。俺は無我夢中で単車にまたがって、K 君を後ろに乗せて、Y 君と逃げようとしたら、俺のすぐ後ろで、あ、負けちゃった、と聞こえてきました。あの時は本当に怖かったです。あれ以来、心霊スポットには絶対に行かないし、幽霊というものを信じるようになりました。午後からのあなたの運勢を占う、午後からじゃんけんタイム。それでは皆さん行きますよ。準備はよろしいでしょうか。じゃんけんポン。私はグーを出しました。ですのでパーを出したあなた、パーっと行きますよぜ。行きましょうぜ。宿題や仕事やパパッと片付けちまいましょうぜ。え、そして遊びましょうぜ。ということでね、運がいい日でございますと思います。今日のラッキーアクションはですね、声を大事に。例えばそうですね、喉が枯れちゃうとかね、お仕事とかでね、ちょっと声を張らなきゃいけない時とかね、あったりしてね、枯れちゃうと、やっぱり声って大事じゃないですか。私もそうなんですけど、なんで今日これにしたかというと、たまたま録音してる時の、録音の前くらいかな、に、ガンダムシードの映画がね、また、やるんですけど、また声優変更なんですよ。また声優変更で、かがり、それもかがりの役が、声優変更なんですね。かがりの役が。ねえ、で、まあ、正直ね、当時、まあ、アニメファンのね、噂レベルでね、まあ、シードというか正直言うと、ディスティニーの方ですね。で、ちょっと脚本ぐちゃぐちゃだったから、というかなんかその、脚本家とのね、なんか、不仲というか、確かにかがり役がね、かがりのその出番が減ってるんですよね、異常に、後半とかね。まあそういう噂はあったのは知ってるんですけど、もしそういう理由で、ね、まあ、かがり役の人が自分からもう嫌だっていうならまだいいんですけど、そうじゃないとしたらまた嫌だなと思って、新役ゼータの時もそうですけど、この、かがり役の人ってまだ声優さんとして活動してますからね。ねえ、で、声ってほんとアニメには大事なんで、ね、不祥事の桜井さんは別としてもね、
で正直言うとそのシードって特にディスティニーの方かなと思いますけど、子供の時見た時だってえと思ったし、で大人になって見た時にシードのディスティニーの方もう失笑レベルのね、やっぱり脚本ちょっとおかしいとこあるじゃないですか。あの言ってることもコロコロ変わるしみんなラックスとかもね、だからねえ、そういう形で今回もやるんだ、そういう理由でね、もしあの僕にあのプロデューサーとか脚本家とかがに権力持たせないでほしいんですよ。オルフェンズの2期だってあのマリエッタのせいでぐちゃぐちゃになったんだから、あのちょっとね、日本ってあの脚本家とかプロデューサーにね持たせすぎ。僕のライブでたまに話すんですけど、テイルズもね、ゲームシリーズのプロデューサーかなんかのせいでぐちゃぐちゃになった作品ありますよね。桜大戦の先輩もその人ですよね、多分ね、確かね。そういうのね、もうやめてほしいなと思って、あのファンの方を向いてほしい。その制作陣は脚本家とかにこびる必要はないと思うのに、いやそれ脚本家がそれでそれじゃ書けないってなら降板させればいいじゃんって思っちゃうんですよね、脚本家をね、と思うルルナルでした。なんか愚痴タイムになっちゃいました。どうしてもね、今日ちょっと話したくてね、明日のライブでもっと話そうごめんなさい。ということで声を大事にしようね、ね、唯一無二のものだからね。おはなるこんでした。またね。